はいどうもふめでおです。つむつむ注意喚起と、新つむについてということでね、本日の11時に、新つむのシルエットが、公開されましたけれども、まあ、これについてですね、新つむ3体の、まあ、内容がほぼこれで決まりだなっていうのが、まあ、ちょっと視聴者さんのコメントを見る限り、分かったので、ちょっと紹介していきたいなというところと注意喚起です。ということで、まず新つむからやっていこうかなと思います。はい。まず、シルエットがね、こんな感じで、来まして、っていうところなんだけど、まあ、まずシルエットですね。見ると、まあ自分が言ったのが、最初に見たのが、真ん中がラプンツェル で左がアリエルで、右がまあティアナかなっていう感じで、まあ、左はまあ色合い的にそうなのかなっていうところと、まあ、真ん中はシルエット完全にラプンツェルだなっていうところと、まあ、色味っていうところですね。で右はもうよくわかんねえっていう感じでやったんですけども、まあいろいろね聞くとですね、まずこれがリンクしてると。新つむと右上のここ分かりますかね。ここです。この右3つが、左が本で、真ん中がパレットで、右が、ケーキっていうところで、これが新つむに関連しているというのがコメントで見てです、うわマジやんということで、まあ、それによってですね、新つむの内容が、ほぼ確定したというところです。で何かっていうとこんな感じです。まあこれはですね、本ですよね。はい。本といえばやっぱベルというところ。でしかもシルエットもまあまあ合ってるです。ここの両サイドのこの巻き込み方のところも一緒だし、まあ上からこの巻き込みまでは、まあほぼ一緒と。でここにちょっとね、花飾りなのかなんかついてるのと、っていうところですね。で、あと、ここ左下はやっぱね、チャームっぽいのがやっぱついてるなっていうのがこれでわかるかなと思います。で、これ黒くすると、こんな感じで、まあ結構一緒なんじゃないのっていう感じです。で、ラプンツェルもね、もう、ほぼ一緒だよね。これもまあ、ね。この感じとか、ね。このなんか、もっこりした感じ。でバネロペはね、まあ正直ね、ちょっと違うんですけど、まあでもね、なんとなくのシルエットは合ってるかなという感じですね。ああ、やばい。フリーズして落ちちゃった。はい。っていう感じで、まあ、新つむ3体はね、こんな感じですよね、というところです。で、あとまあ、この背景が、やっぱりね、もう季節的に秋ということで、なんか落ち葉が落ちたような、こう、紅葉をね、見せてるような、まあ、背景になってるんで、まあ、そこを意識した、もう、チャームつむになってるんじゃないかなと。落ち葉チャーム知らんけど。落ち葉チャームですか。まあ季節で言うと、まあ、スプリングミスバニーのスプリングと、まあ、ウィンターですよね。はい。冬はあって、でサマーはないんですよね。サマーオラフいたわ。うん。で唯一秋がいないと。秋ってなんだっけ？オータムやったっけ？というところで、まあワンチャン季節のそのまま入ってくる可能性もあるし、っていう感じですね。はい。まあ楽しみですよね、と。はい。いう感じでございますよ、と。で、明日ですね、まあ多分このシルエットの回答が、来ると思いますけど、まあそこもですね、また、解禁したらやっていきたいなと思います。はい。という感じで、まあ新つむの情報としては以上になりますよ、というところです。やばい。消えちゃった。で、つむつむ注意喚起の方なんですけども、まず、明日までにやらなきゃいけないことっていうとですね、こちら、まあ、ミッション、まず明日までです。はい。なので、必ずやりましょうというところです。はい。あと、まあ、しれっと本日のミッション、アップがね、来てますよね。これね。今日のミッションスアップ。で、これもね、まあ、ちゃんとしっかりとやりましょうというところです。で、これね、報酬の受け取りもはですね、まあ、実はちょっと余裕があるんですけども、9月5日までというところになっています。ただ、ちょっと注意喚起ということで、やべえ、ちょっと待って。ごめんなさい。ずっと見えてなかった。これ見えましたね。はい。そう。こんな感じで。このね、9月5日まで、ちょっと猶予あるんですけども、まあ注意喚起としてね、ちょっと事前に、ちょっと早めに、やってですね、後から動画見た人でも、取りこぼしがないように、ちょっと、早めにちょっと、はい、やっております。まあ5日までですけども、まあ本日ですね、バグも、治ったんで、必ず受け取りましょう。忘れずにね。このさ、バグのさ、まあ、進捗は来たんですけど、まあ、やっぱさ、ポップアップとか、ね、出してくんないとさ、みんな気づかないしさ、いつ解消されたかってのは分かんないんでね、やっぱその辺ちゃんとやってほしいなっていうのはやっぱありますよね。例えば自分の動画とか見てなかったら全然気づかなくて、そのまま報酬受け取らなかったっていう方も多分いらっしゃると思うので、まあ、それも兼ねて、まあ、この注意喚起動画ね、上げるんですけども、っていうところです。またこの応募券のキャンペーンですね。こちら、こちらもね、9月5日までの応募が可能なんですけども、必ずやってください。自分昨日ね、140枚だから150枚ぐらいやりました。180枚ぐらいやってたわ。ということで、今5枚あるんでやります。はい、ということで、皆さんここも忘れずにやってください。で、これ10枚応募するごとにですね、コイン300枚もらえますので、これ必ず、やっていきましょう。はい。ということで、まあ、注意喚起としては以上になります。まあ、あとは、今ね、17時台、本日8月30日17時台ですけども、今自分136,000ポイントですけども、今現在の、クラウン賞のボーダーはいくつなのでしょうかということを、101,500 ポイント、そしてゴールド賞は 24,000 ポイント、3万まではいかなそうですね。はい、ということで、スキルチケット、まあ、1枚であればね、ゴールド賞で手に入りますので、まあ、最低でもゴールド賞、がっつりと2枚ゲットしたいという方は、クラウン賞ですね。まあ、今のボーダーから言うと、13万まではやっぱ伸びそうだなっていう感じですね。昨日なんかちょっとね、夜そこまで伸びなかったなっていう感じはしましたけども、まあ、それでも13万、過去最高はね、まあ、間違いなく超えてくると思いますので、まあ、引き続きですね、頑張りましょう。はい。ということで、つむつむの、注意喚起と新つむについての、動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。楽しみっすね。はい。